月刊花火発売日ですからね。そうですね。またこの、はい、あの全面広告ね、はい、一面のでかいの出てましたね。ちょっとこれ今資料忘れてきたんでちょっとすぐ、はい、これですデイリー自由ですからね、はい、ですねが一番あれですかね、はいはい、なんでね安倍政権について大特集、ね、朝日をはじめとする、はい、メディアがですね、はい、叩きながらですね、はい、もうあんまり根拠のない叩きをやってる繰り返してるわけですけど、はい、それはまあ、今週読んでいただく。でなんでまだね、うん、そのこんなに強いのかと、はい、だって、支持率上がってんだよ。そうですね、はっきり言って、はい、ね、はい、それでその朝日のさ、はい、世論調査でもさ、はい、また行った。いや、はい、いや、あの話しながら来ても声が入ってないですよ。文書が出る前ではあるんだけど、朝日のね世論調査でもね、はい、上がってるんですよ。はい、それでね、支持率ね、はい、前回よりね 5% 上がってるんだよ。はい、前回36で今度ね、はい、支持率がですね。今回36、前回が31だから、はい、5% 上がってるの、はい、5% だと結構でかいじゃない。でかいですね。なのに、この別に見出しはさ、賭け疑惑晴れず 83% だ。これ見出しそっちをね、強調したいんですよね。アメリカの支持率は30で 36% で、前回調査の 31% からやや回復。やや回復じゃないんだよ。じゃないよ。ガッツッと上がってますよね。ただ不支持率は 44% と3ヶ月連続で不支持率が支持率を上回ったとかさ、こっちを強調したんですよ。しょうがないね、これね、朝日もね。この数字の読み方については、うん、長谷川光代さんのね、うん、この花田7月号で解説がね、青木率という、そうそう、やりますね。これちょっと、はい、ぜひ。例の ABC がですね、はい、2017年下半期の発表、雑誌販売部数の発表ですね、うん、これまあ加入しているところ その部数だけど、はい、なんでこういうことをやるかというと、その広告の、はい、スポンサーに対して、はい、て正確にこれだけ売れてます、うん、例えばその20万部売れてるったって分かんないわけだから、スポンサーもじゃあ本当に20万部売れてるのかどうか知りたいわけですよ、はい、向けにまあ基本的にはやってるわけですよ、はい、でただしこれはその加入者でないとやらないの、はい、うちなんか入ってないから、はい、ABC 協会に、はい、ね、入ると実売部数がみんな分かっちゃうから、はい、なんか分かってるみたいじゃないですか。だから入んないわけじゃない、それはこれ入ればもちろんお金も払わなきゃいけないし、はいはいはい、で実際にどっちみちその、まあまあ分かるでしょ、月刊花田とかですね、はい、正論とかですね、こういうその雑誌はですね、はい、広告はそんなに入んないけど、女性誌とか、はいはい、女性誌とか、なるほど、そういう週刊誌とかね、週刊誌も今全然ダメだけどね、はい、の入るんですけど、はい、入んないわけ、はい、だもんだから、はい、入ってないんですよ、あんまり 、はい、意味がないから、あ、出して数字が売れたところ で、うん、で広告は別に広告が入るわけじゃないからね、そもそもがね、そうですね、どんどん入る、はい、大体が今もう広告厳しいわけだから、はい、でその面白いのはこの ABC で、はい、やっぱりその週刊誌はみんな下がってますね、やっぱりね、やっぱり、うん、全然下がって、週刊現代 21.3% 減ですよ、はい、前年同期、はい、で2割減っちゃったっていうことでしょ、はい、週刊文春だって 15.36 万部ですけど、うん、これ 15% 下がってるんですよ、はい、でもね、読み放題のユニークユーザー、悠々、これは23万部もあるんですよね、文春が、結構だから多いんですよ、うん、でも一番多いのは何だかというと、はい、その読み放題、はい、何だと思います？だこれはですね、フライデーですよ、はい、41万9000部ですよ、すごいですね、すごいですよ、やっぱ写真週刊誌の力ですね、強さだよね、一瞬でいいですもんね、そうパッと見てフライデーが41兆で、フラッシュが34だからね、34万だからね、はい、これはすごいですよ、やっぱ写真は強いですね、うん、強い、やっぱ文春とか文字が長いので、うん、読めないっていう人もいますからね、まあ、まあそうだね、はい、ちゃんと雑誌が読めないっていう人が、でもこの見てると、はい、雑誌部数見てると面白いんだけど、はい、びっくりするのはさ、東京ウォーカーってあるじゃない、はい、一時はものすごい売れてたんだよね、はい、その50万とかなんか売れてたのよ、
今1万4000ですよ。もうみんなネットでもうああいう情報はもうね、だからもうこの声出しはもう終わったんですね。そうですね。もうあの角川もやめりゃいいと思うんだけど、まだやってるんですよね。はい、もうあのどこのレストランがいいとか、うん、そうそう映画は何やってるとか、うん、もう全部ネットの方がいいですもんね。ネットの時代だからもう、はい、あの役割はもう終えたんだよね、はい、結局ウォーカーっていうのはね、はい、あのピアとかもね、うん、そうそうピアもだからやめちゃったでしょ。そうですね、ピアね、早いのね、はい、もうピアもそう、はい、ああいう情報誌は一時期もう毎週買ってましたけどね。ピアなんか買ってたけどね、好きだけどね、はいはい、それでついで思い出したけど、なんだっけ、テレビプロスって雑誌があって、はい、あのいわゆる番組表が出てるんですけど、はい、僕が好きな、はい、コラムが面白いから、はい、で僕はその金川のあそこの社長にも編集長にもですね、はい、あのテレビプロスはテレビ番組は番組表はいらないと、はい、コラムが面白いから、はい、番組表はいらないよと、うん、こう言ってたんですよ、はい、で今度番組表やめたんですよ、はい、テレビプロスは。でコラム誌になっちゃったの。本当ですか、うん、知らなかった。番組表やめちゃったんですよ、はい、ただしあの月刊から、ね、分厚くなっちゃったんで、はいはい、前は隔週だったんで、はい、分厚い大判になって、はい、でもね、うん、番組やめたのはいいよ。だけどね、あの大判でね、あんな豪華にする必要ないんだよ。はい、あれはね、コラムが面白いんだから、はい、ザラ紙で、ザラ紙で、あの逆に言えばもっとちっちゃくしてもいいぐらいで、はい、あのにすればよかったのに、大判にしちゃって、はい、で大判にしたら広告もあお金もかかるし、カラー印刷で、はいはい、で広告もたくさん入れなきゃいけないし、はいはい、で広告はさっき言ったように全体的に縮小だから、はい、いくらそのテレビロスが売れてたって、はい、そうは入んないわけだから、はい、あれ相場潰れるんじゃないかなと、はい、いやいや。あれもったいないなと思って、はい、余計な心配してあげてますね。その人のことを心配してるわけじゃないんですけど、ね、はい、じゃあ週刊誌に行きましょう。さすが申し訳ありません、雑誌会の意見番。いやいや、あれはね、いやいや、テレビ番組表をやめたのすごく良かったんですよね、はい、よかったと、はい、その時に大盤にしちゃダメだよな。テレビ番組表見ないですからね、誰も見ないよ、誰も見ないです。もうネットで分かるし、今テレビで、ね、テレビ大体テレビ見ないし、テレビでも今テレビで番組表がついてるから、うん、いらないですもん ね、 あと変わるし、ね、ちょっと時間が、はい、それでそのあそうそう、ついでに言うと広告で言うと、はい、その ABC で、はい、その、でほら先週言ったじゃない、先週新潮がさ、はい、危ない国産、食べちゃいけない国産食品ってやって、はいはいはい、これはスポンサーがね、はい、広告があんまり入ってないからと、そうそう、うん、こういう話聞いてましたよね、はい、あのね、うん、例えば面白いですよ、今週の新潮見てね、はい、表紙の裏、はい、1ページ広告なんだよ、はいはいはい、ね、うん、普通はですね、うん、表紙の裏はですね、こういうふうに表2表3って言うんですけど、はい、表に見開きっていうのが大体がつくんですよ、はいはい、広告が、なるほど、それでまた広告があってグラビアがあって目次に行くんですけど、うん、もう新潮はその表に見開きじゃなくて、いきなりもうこの1ページ表裏の表2の1ページ広告になってる、表2が1ページ広告になってるんですね、はいはい、でしかもこれはこれはまだ9匹だからいいんだけど、後ろの方もこれ1ページなんだけど、うん、後ろの方はなんだろう、この金ですね、日本マテリアルってインゴットの会社なんだよね、はい、でもだからナショナルスポンサーじゃないわけ、うん、で文春は一応この、ケツの方もですね、はい、見開きになってるわけですよ、はい、だからね、その、うん、このスポンサーもまあそんなにメジャーなところではないんですけど、はい、まあ、ちゃんとなってるっていうところはですね、やっぱ文春と新潮広告面、ね、広告代金が違う、かなり広告の入稿がね、入稿量が差があるんだよ、はいはい、だからやっぱ新潮大変ですよね。その代わり、うん、危ない食品の実名の記事が書けると、書けるということですね、うん、はい、そうですね、うん、トランプがキャンセルしましたね、はい、はい、なんか小気味いいですね。いや、どうなんですかねこれ。いや、なんかもう向こうが慌ててますね。そうですね、爆破した途端に、うん、ダメだって言ってるんで、あの爆破も本当に茶番劇になっちゃったよね、はい、そうまあどうせ専門家を、まあ、専門家を入れないようにしてたんで、そうそう、ルールを守ってない状態で、ね、しかもそもそももう、はい、老化してですね、はい、老朽化して、はい、使えないっていうところですね、はい、ただ爆破して、はい、そうですからね、はい、シンガポールの打ち合わせにも来なかったとかね、そうそれやっぱりトランプも怒りますよね、怒りますね、うん、はい、あと罵ってますからね、はい、そうそう、まあ罵るのはね、はい、いつものことですけど、それにしても今から話し合いしようって時に、ね、そう相手を罵るっていう、ね、外務次官とかですね、はい、がその罵ったらまずいでしょう、はい、やっぱ中国の後ろ盾があるから、愚鈍な間抜けとかさ、はい、そう言ってるわけで、はい、エセ誘国の志士とかね、はい、それはまずいでしょ、ちょっと、はい、まあでも、さすが、どっちが喧嘩上手かっていう、そうそう、だから結局ね、はい、いや、キム・ジョンウンはさ、はい、その、キム・ジョンイルとかね、はい、その前の、
日生だったらね、はいはい、そういう交渉の経験があるけど、はい、まあこういうその大きなですね、うん、国際的な交渉って初めてなんだよね。そうですね、国際舞台に出てきたのは最近ですからね、うん、だから、はい、そのやっぱりその海線山線のね、はい、ビジネスの世界でですね、もう散々ですね、はい、あの交渉をやってきたですね、はい、トランプにかなうわけないんだよ、はい、甘く見ちゃダメなんだと。だから文春では池上さんが、うん、この北朝鮮の揺さぶりが始まってて、まあ、その金正恩がすごいと、こっちのニューズウィークもね、ニューズウィークもね、はい、交渉の達人 と書いてるんだけど、これタイミングが良かったんだけどね、はい、その特集としてはそのまんまでしたらね、うん、そうそう、トランプがひっくり返さなかったら、うん、だからこれはちょっとなんか、はい、ニューズウィークいつも褒めてるんだけど、はい、ちょっと今回はとちっちゃいましたね。これまあしょうがないけどね。そうですね、うん、はい、この絵は気持ち悪いですね。だからこれ本人より気持ち悪いですよ、ね、これがだからすごいインパクトありますよね、はい、これインパクト本人より強いんですよ、うん、本当に、うん、はい、気持ち悪いよね、はい、だからこれは本当にね、まあ、しかしこれだってまだ昨日トランプがまた12日やるかもしれないぐらいのこと、はい、まあね、逆に揺さぶってるわけですから、はい、そうですね、はい、完全にやめたわけじゃないよと、そうそう、交渉のね、うん、窓は開いてるよと言ってるわけですから、うん、だってこのニュースウィークあれだよ、はい、今回の騒動で米朝関係の主導権を握るのは金正恩であることがこれまでになくはっきりしたなんて書いてるわけだ。そう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 、フレッド・カプランというですね、はい、そうですね、スレート紙のコラムニストが書いたりですね、はいはい、してるわけだから、はい、ちょっとやっぱりまあだからさすがの彼らでニュースウィークのスタッフなりライターでも読み切れないかったとこういうことだよね、はい、そうですね、うん、まあ、早く交渉しないといけないのは北の方ですからね。そうそう、経済危機がありますから、そうなんだよ、その制裁が続いている限りはね、はい、だからトランプ側は別に多少遅れたっていいっていうのはありますからね、受かった人はトランプはですね、ずるずる引っ張ってですね、はい、中間選挙の前までですね、引っ張って中間選挙の前にざっと交渉してですね、はいはい、まとめる可能性もあると、はい、そうすると非常にまたその、はい、中間選挙で有利になるとかですね、はい、まあそういうことも言ってる人もいますね、はい、なぜアメリカ人3人を先に返してもらってるんで、すで、うん、にポイントアップしてるんですよ、まあまあですね、トランプの方は、そうだね、はい、だから北もちょっと失敗し、僕なんで返すの、このタイミングで返すのかなって思ってたんですよね、うんうん、